皆さんこんばんは。どうも、あいちです。今週ダラダラジオよろしくお願いいたします。で、今日タイトルが、多分正解があふれた世界みたいな、そんなタイトルかなと思うんですけども、先週ね、大分県に出張に行ってきました。2泊3日で、で2日連続講演会をさせてもらって、で間に新聞の取材させても、してもらったりとか、大分県に杵築市っていう市があるんですけど、そこの市長さんとのね、対談、なんかテレビで流すようらしいんですけど、対談をねさせてもらったりとかして、でそれ帰ってきて、この前群馬県の太田高校で、生徒さんとね交流会させてもらったりとか、まあそんなことがあったんですけど、でそこですごく感じた、そこですごく感じたことというか、まあ、それはすごくプラスの刺激をもらって帰ってきて、まあなんか長く続けてきてよかったなとか、自分がやってきたことって、そのさ、経験とかその瞬間は点なんですよ、点と点なんだけど、そのやってきたことがなんとなくこうやっぱりつながって線になって、でそれが線と線がつながって面になって、ある程度のこう結果というか、そう目に見える変化につながってきたなって、やっぱり長く続けること、長く続けるだけじゃダメなんだけど、そこに意思があって思いがあってっていうのがやっぱり前提にはあるんだけども、それで続けていくことによって、やっぱり変化を生むことができるんだなって、まあ時間はかかるんだけどね、それを実感したの。でも今回タイトルそれじゃないじゃんか。でこれはね、まあ SNS とかでもたまにね発信してる方いらっしゃるんですけど、今の世の中、ね、でものすごいこう正解にあふれてると思ってるんです。何をすることが正解なのかみたいな、そう、不正解が許されないというかね。多分それはそのネット社会になって SNS が発達して、情報収集が簡単になりましたよね。何をすることが正解でみたいなことが、まあ調べりゃすぐわかるみたいな。それがさ、フェイクのこともあるし、しかもなんか物事ってさ、最適解、一番最も適した答えだよね、が全員が全員それに収束するわけじゃないじゃん。人によって、思いによって、その場合によって、その答えが、最適解が違くあってもいいよねって、まあ人それぞれね、みんな違ってみんないいじゃないけど、それでもいい場面が多いじゃん。だけどなんか正解じゃなきゃいけないみたいな、なんかそこさ、一種脅迫観念じゃないけど、そこにすごいこう心を押しつぶされてきてる、押しつぶされそうになってる子供たちがすごく多くなったなっていうのを、普段ボイシーのね活動をしてて、みんなからこう相談もらってるからさ、読んでてすごく感じるの。そこは多分友人関係、親子関係、まあ、恋愛関係とかもそうかもしんないね。そう、進学、就職とかも含めてもそうかも。それがなんか正解をさ、探しやすいっていうのはきっといいことなんだと思って、俺も思ってたし、それは。でも今、なんか正解以外は不正解、まあそうなんだけどでもみんな違って、みんな違う正解を見つけていいはずなのに、なんか一つのものにみんなが同じ正解にたどり着かなきゃいけないみたいな。だからそれ以外のね、正解が見つかってない状態だったら、もう動くことができないみたいな、がんじがらめになってる子が多くてさ。でもまあ繰り返しになっちゃうんだけど、そうじゃないと思うの。っていうか、人生って失敗するよねって、大きな失敗、ちっちゃな失敗、まあ取り返しのつかない失敗もあるけど、でも失敗は成功のもとじゃないけどさ、やっぱり失敗から学ぶことって大きいと思うんだよね。俺よく講演会、明日さ、久々にその大分の2日目の方の講演会の映像をね流すんですよ、投稿するの、月曜日ね。でそこでよかったら見てほしいんだけど、俺講演会の一番最後、講演会っていろいろトピック毎回違うから、でも一番最後はだいたい共通のことを伝えるようにしていて、今回もそれを話したので、若干違和感あるかもしれない。本編は80点の夏休みを過ごす方法と、だから夏休みをより良くしようねみたいなポイントを喋ってるのが本編なんだけど、一番最後に全然本編と関係ないことをちょっと喋ってるんですよ。でそこで言ってることなんだけど、過去のさ、まあ、過去よ、みんな生きてて過去がいっぱい生まれるよね。これ聞いてくれてる時もさ、今時間何分だろう、5分ぐらいかな、最初の1分目はもう過去になってるわけじゃん、俺のこの動画を聞いてくれてる時も。で過去ってさ、事実は変わらないんだよ。過去の事実ってこういうことが起きましたっていうね。ただその過去の意味っていうのは変えられると思っ
ているの。これはね、どういうことかっていうと、まあ、ざっくりその、まあ、講演会とさ被っちゃうからさ、ちょっとねあんまネタバレしちゃダメだけど、例えば俺いじめ昔受けてたんだけどさ、いじめ受けてた事実は変わらないんだよ。それは、うん、タイムマシン乗って戻ることできないからさ。でもそれを悲しい過去で終わらせてしまうのか、あの経験があったから俺はこういう風になれたよっていう自分でプラスの意味をくっつけるのかは俺が選べるよねって思っているの。みんなも生きていく中で、まあ今までもそうだし、きっとこれからもさ、うまくいかないこととか思い通りいかないこととか失敗しちゃうことってやっぱりあるんだよ。あっていいんだよ。でもそれを、その瞬間は悲しいよ、辛いよきっと。でもそれを後で振り返った時に、あの経験が自分をこういう風にしてくれたって思う。そこにはその後に努力が必要だよ、絶対に。のほほんとしててもやっぱそうはならない。でもちゃんと前を向いて一歩ずつその足で歩いていったら、そういう風に思える日が来るんだよ。確実じゃないけどね。でもその来る可能性はあるの。だからその過去の意味っていうのは変えられるんだよって思ってて、それをすごくね今の子供たちにどうしても伝えたくて、だからどんな講演会のテーマでも最後は今ね、今年はね、俺毎年あのスライドをがっつり変えちゃうから、来年はもしかしたら喋ってないかもしれないんだけど、うん、今年の、講演はそれを伝えるって決めていて、今の子供たちに それを届けたくて喋ってるの。正解にあふれてる、うん、から正解を見つけるのは簡単だ。正解を見つけられたら失敗はしないからね、うん、でもその正解はその動画を撮った人、その正解を見つけた元が動画なのかさ、何かのネットのページなのか分かんないけど、その発信してる人にとっては正解だよきっと。例えば俺もそう、俺が今喋ってるのは俺が全力でそう思ってること、だから俺にとっては最適解だし正解だと思ってる。でもそれがみんなにとってね最適解かどうかは分からないじゃん。もしかしたら惜しいかもしれない、三角かもしれない。じゃ三角だったらこの考え方をもらってちょっとアレンジしようって、自分にもっとしっくりくる考え方に変えていこうって、そうしたら自分にとっての最適解につながっていくじゃんか。正解にあふれているから、正解以外を選ぶと叩かれる世の中だから、すごく生きにくいし今は、生きていくのがね辛い、個人を個を出しにくくなっている、ね、これだけ個の世界とか言われてんのにさ、目立つとねわーってなるでしょ。でもみんななんか、まあ、そういう風に、ね、ならないのが、あとされない、周りからねそのいう風にされないのが一番なんだけど、でもしそうなる、そういう立場になっちゃったとしても、その辛かった経験とかは意味を変えることができるし、何よりみんなが自分にとってこれが答えだって思ったもの、これが私の今の進む道なんだって今信じてるものがあるんだったら、それをしっかり前に一歩ずつ進んでってほしい。みんなの思いほど大切なものはないって思うんだ。その思いを見つけるのも大変なんだけどね、そう簡単には見つからない、コンビニには売ってないからね。でも見つけられる可能性はみんなが持ってると思ってる。その助けというか、まあ、それを見つける支援はなかなかできないかもしれないけど、これかなって思ったところで、でもやめとこっかな前に進むのって思っちゃうところを、ちょっと行ってこいって、背中をこう支えられたらいいなと思って、まあ、そんな動画を撮り続けてんの、なんかその思いを改めて今日喋りたくね、この場を借りさせていただきました。はい、まあちょっとね長くなっちゃったけど、ここまでね聞いてくれてありがとうございます。ではでは、今週はこの辺にしておきましょう。まあねちょっとダラダラジオ今不定期なんでね、ちょっと来週また投稿するか分かりませんが、よかったらねまた次回投稿した時のも、暇つぶしにね聞いていただけたら嬉しく思います。ではでは、夏休み始まりましたんで、いつも言いますけどもいい夏にしていきましょう。ではね、また次回お会いできたらと思います。それじゃまたね、バイバイ。